これでも決められんの。車になるやつや教えてくれなかったな。ノーって、なんで最初これ否定から入って。あー違う。はい、え、暗くない映像が。これでチュートリアルだと、うん、結構無理やりやらされておしまいだったね。喋ってほしいな。自信。そっか。なんか世界各地で地震が起きてるらしいね。あと今3種類の地震が起きてるらしいね。日本だけでもね。実は3つの地震が起きているという聞いている。しかも東にどんどんずれてきてるとかいう噂もある。皆さん注意。すごかったね。なんかガオガイガーのサブタイトルの画面みたいな。鬼人の降りたい。もっと動く。臨時ニュースをお送りします。ん？信じられない事件です。イタリアに巨大な人型兵器が出現しました。ちょっと目薬を。人型兵器は無差別攻撃を開始。大きな被害が出ているようです。詳しい報告が入り次第続報をお伝えします。オプス、あ、中継がつながりました。現地から中継です。連動してるっていうもんね。九州ら辺から静岡ら辺までの、うん。お前の髪が信じられない。バリバリに決めてるから。信じられない出来事です。ここローマに巨大な人型兵器が出現しました。人型兵器は無差別攻撃を行っています。街が燃えています。信じられません。まるで SF 映画のようです。永遠の都と謳われた街が今廃墟に変わろうとしています。これは映画ではありません。現実です。これは現実なのです。ちょっと明るくするか、設定で。現実じゃないです。死んだのかしら。本当にファクス送っても送信できませんでしたってエラー出るわ。本当のコートさ。九州はそれ電話は通じてるんだろうかね。チャマさんいらっしゃい。おじかのジョンさんもいらっしゃい。ふう。機械とかじゃなくて巨人なのか。そう、巨人って書いてあったね。やばい、遅れた。待ち合わせ場所へ急がないと。いきなりこれか。ジャンプ日常生活で広いな。ここは駅のホーム。なんか古いだな。高島平目の前にあるの駅だね。え、そしたらドコーンドコーンってきて、千住南千住千住千住山、富士山っぽいのが見える。駅のホームへ行く。これでもいいのかな。これでホームに行ってもいいのかな。やばいやばい。改札を通ってホームに上がろう。ひどい。そうか、ダメらしい。飛べるからってダメらしいよ。勉強になった。こっちか。真面目か。でもスルーしてる感じあるけど。天井のテクスチャー感が。あ、いた。え、この人が貧乏になっていく。あ、違った。遅い。なんか画面明るくなっちゃ、なんか今度明るいな。いたな、こんなん。そういえば7歩来たよ。7歩、7個。あ、これぐらいだな。
待ってね、ちょっと待ってね。いいとこだ。一旦切れる。いきなり飛べてくさ。まあ、ごめん。彼女は七歩。なんか古臭い顔なんだよ。中学時代からの友人だ。これ何年のゲームだっけ？あれさ、見たか。中学時代からの友人。ダグオンにいなかった。ダグオン。主人公の背中もダグオンっぽいよね。ダグオンの主人公ってもっとちっちゃい子だっけ？一番線に参ります電車は各駅停車、東線上行きです。東線上。各線の内側でお待ちください。じゃこれこの子押せるんだけど、電車によホームから落とせそうで怖いね。この回転の仕方ね。わらわら。倉庫版みたいな。月岡君。月岡君。主人公はなんかいなくね。のひどり兄ちゃんみたい。誰？月岡君。な呼ばれてるぜ。何？あなたのこと呼んでる？え？月岡君。個人指定。すぐに来てください。3000年委員会があなたを必要としています。ファイバードの主人公。3000年委員会。委員会が動く。中二っぽいな。委員会動く。学級委員会じゃない。委員会って月岡を破産させた元凶、大金を使って鉄くずを作る薬病神だ。何年のゲームだっけこれ。2004年ぐらいかな。そんなにいるかな。あ、これパチパラだこれ。違う違う。何？違った。これは2002年。意外と古かった。まさかファントム現象。来るぞ。来た。気持ち悪い。ニュルンって来るから。さっきとなんかデジャブ感がすごい。ジワジワくるとともにキャキャイ。今日アニってこんな感じなの。信じられない。あれ、何なの。駅から近いね。オルガリン巨人本当に実在したのか。でどうすればいいんだろう。そうなんだよ。この子を押してちょっとどうすればいいんだよ。来てるって、来てくれって言われちゃうの。俺だけで行けばいいの。そういうわけにいかないよ。と、あのロボット街に向かってる。ロボットって言って何かこの音が聞くか。行かなきゃ。なんでだ、行かなきゃ。そして行くんだね。ナナホ、どこ行くんだ。帰らなきゃ。うちにおばあちゃんがいるの。今日は具合が悪くって起きられないって。どれこれ。待てよ、あのロボットを追い越していく気なのか。追い越して行かなきゃ。分かったよ、俺も行く。マップの赤い点が急に俺たちに語りかけたけど、7歩。俺だけで行くのこれ。マップってどれ。マップってスタートボタンでマップ。こっちか。この処理落ち感がやばい。あれ？いや、こっちか。え、ちょっと待って、分かりづらい。こっちか。ギャー。ついてこないね、なんか多分。本当に？素朴な感じが。緑の手は何だろう。おばあちゃんとおばあちゃんの家。屋根からアプローチ。こっちだ。なんか地図が遠いな。どっちだ、この家。どっちだ。これかな、裏の掘ったて小屋かな。どこだ。赤い点が目的地。上に乗れってこと。ちょっとネズミ返しがえぐい。おん、もうちょい先か。んどこなんだよ。あ、これかこういう家だった。平屋だった。おばあちゃん。はい。なんかサラリーマンがうろうろ消えた。
おばあちゃんどこ、どこ入り口これ、え、お、おお、どこだよ、ちょっと入れない。俺確かありとあらゆる方法でヒロインの家ぶっ壊せるんだって。自転車が敷地を走ってた、笑う。ちょっとどうすりゃいいんだけど、え、え、え、おばあちゃんち、この、これ元おばあちゃんち、これおばあちゃん、ちょっとどうしようもない、ないんじゃないかこれ。ごまだれじゃねえわ。どういうごまだれだこれ。町がわらわら、船長、おばあちゃんち粉々なんだけど、先のためにライバルにてぶっ壊したりあったわ。おばあちゃんどれ、どこ行ったおばあちゃん、おばあちゃんちが、おばあちゃんちょっとどうすりゃよかったんだよ。おばあちゃんをいっぱい7つ集めて、これドラゴンが召喚される感じ。どこだこれ、緑の人は何の、緑の人これが、うわ、正直これ何すりゃいいか全く分からん。やべ、カウボーイビバップみたいなの来たよ。あれ、こんな髪型だった。血、星になったぞ。なんか来たよ、また中二っぽいやつが。予測は正しかった。宝来博士、宝来、宝来博士出んの遅いよ。理事長、おばあちゃんとか大丈夫なのあれ。いいタイミングだ、助けられないんだけど。あれこそボルガール、ネクタルの障壁を超えるもん。そんなこと言ってる場合じゃないでしょ、早く避難を。避難、指を鳴らしたらロボ来るから。何を言う、大丈夫、君にはやるべきことがあるはずだ。おばあちゃんが粉々になってもね、体はサービスだから。3000年以上は何のためにある。鬼人の存在は何のためだ。話してる場合じゃないと思うんだけど。まさかそんな、おう、知らなかったんだ。全てはこの日のため。審判、これがコントローラーだ。おお、来た、行け、委員会へ。委員会に行くのこれから、幼馴染。行くんだ、意味深セリフを言います。マップの赤い点が、またこれでまた行ったら粉々にされるんでしょ。着いた途端にドギュー。金は出荷用。これめんどい、人いっぱいいるんだけど、なに人追っかけてんのこれ。でかいわら、でかいよ。はい、そうだね、わら、お前こそ生命究極の姿、本当に上に速報がずっと流れてる。やべえ、肉体を超えた存在になってしまった、おばあちゃんと共に。宝来博士、本当だよな、腕時計型にしろ。うわ、そしてこの顔、あ、俺そういえばあれも買ったんだ、あれも、ごめん、あれもじゃねえ、あれ買ったんだった、やってねえじゃねえかよ、あれ買ったの忘れてたよ。はい、現地のバンバラミカです。バンバラ、信じられない出来事が起こりました。 ここ戦場に巨大な人型兵器が出現したのです。あれをやるってやってねえな。人型兵器は開口光線を発射して町を破壊しています。だってこれ突然の出来事に町はパニック状態です。どこ、どこよ、信じられません。お前話が長くて終わんない。信じられない滑稽が展開しています、はい、これは映画ではありません。すでに多数の死傷者が出ています。敵どこよ。あ、ついたよ。あ、来た、病院っぽい。あ、来た、理事長。理事長、マニアップか。ワイプがシュールだな。よし、バベルを使おう。バッバベル、そうよ、まだ未完成なんだ。アルテミックドライブのテストが済んでいない。軌道には危険を伴う。そうなんだよ、だからさ、上色合い、それでもやる気。ファイルダウン、失敗したらとんでもない。どうせこれどんどん追加されていくっていう程度の、とんでもない時代になる。何だろう、液が漏れちゃう、のは遠慮したいところだ。ベッドベトになる。どうせこのままでは戦場は壊滅する。そうね、この主人公の声、アルテミックドライブの暴走で死ぬか、ボルガーラに殺されるか、熱血と。やるぞ、祈ってくれ。次はピッチリスーツかな。いや、むちゃ気合でパワーアップだろ。そうよ、何を言ってるの、あなたたち。もっと強く叫べつ。バベルって何なの。左下の顔が。アルケミックドライブ起動、バベル発進準備。
これどこから出てくるんだ。気合で補えだろ。わら、うん、足りない分は。ああ、コントローラーがこれでやっとくんのかな。ああ、女の子ついてくんだよ。隠された能力、やるかもしれないで。努力、友情、熱血。あとは叫びだ。おお、そこかい。よかった、猫とかいなくて。なんでだよ。腰細いよ。でか、近い。ポンポンじゃね、これ女の子が言ったみたいじゃん。ナナホ。ロボットがもう一台。どうなってるの？ででん、マイクラで作れそう。マイ。あ、人気、人気、人気バベル、人気バベル。歩かせる方法してもやったよ。やってたよもうさっき。それは乗り込みタイプ。いや無理無理無理。あ、意外とある。来んの待つ。来んの待つか。ふわりと肩に乗るタイプ。あ、よし、じゃあこの道に出よう。本気だ、キックだ。女の子は、女の子、ちょちょちょ、女の子大丈夫。女の子どこ行った。あ、いやいやいや、そこならいいよ。大変なことになりました。戦場は巨大人型兵器の出現で壊滅状態に陥っていますが、さらに新たな人型兵器が出現しました。町は2台の人型兵器に蹂躙されるのでしょうか。蹂躙。戦場の運命は風前の灯火です。近いんだよこれ。どうしようかな。許してないと。おお、ちょっとね。ああ、もうない。よし、ある程度距離が欲しいんだよ。距離の高さ。柵が邪魔。下がるか、あえて下がる。だってラーメン食いて、なぜか急に。あ、いやいや、サンドロ、サンドロットというメーカーです。サンドロット知らんかい。地球防衛軍。撃ってきてね。俺も撃とう。いや、俺まだ撃てないの。あれ、どこ撃てないか。撃ってくんね。よし、行こうか、そろそろ。どうした、どうした。理事長、聞こえるか。はい。踏んでもへこまない最強コンクリート。離れすぎると建物壊しに行っちゃったと思う。どうすればいい。まだ表がないと。え、来てた今。わざきを。派遣レザーだ。あ、三角ボタン。三角だったのか。丸かと思って撃っちゃった。派遣レザー。派遣ってなんだ。ダブル派遣。人間界がとにかく壊されやすい。あ、そういうことか。そういうことね。ボルガーラ。どうした。どうすればいい。バベルミサイルだ。強力だが弾数に制限がある。俺、はい、丸。消えたの？空間転移で攻撃をかわす。やべえ。おお、逆だ。攻撃が当たらない。あ、よかったじゃんこれ。おかげで。それなんて読むの？近距離の打撃攻撃にはファントムシステムが反応できないはず。はい。パンチの方法は分かっているの。ああ、分かってる、分かった。鍵、鍵詰めの鍵かい。一家希望と行くぜ。オレーイ、いいチョップ入ったぞ。敵エネルギー低下、攻撃の効果を確認しました。あと4分で勝ちたい。理事を聞いてるぞ。はい、ちょっと下がっていいかい。驚くべき展開となりました。新たに出現した人型兵器が町を破壊する人型兵器に戦いを挑みました。俺ビル壊そう。激しい戦いを繰り広げています。侵
信じられません。大きな振動がここまで伝わってきます。なぜチョップばっか出るんだこれ。いけ前進だ。あと3分で勝つ。いや2分で勝つ。来ねえんだけど。あそこ撃っちゃった強力なパンチの撃もう分かった。あーうるさいお前、さっきのチュートリアルでやったってば。ちょっとおかしいおかしい。撃て。いけるか。消えた。無理。行くぜ。お前は喋んじゃねえ。二度と喋んな。ここではどこ撃っちゃった。あ消えた。あ消えちゃった。これは勝てない。おおマジかよ。いけ強力なパンチ。下ちょっともうちょっと下。どこ撃ってんの。アタック。チョップしか出ない。でここの段階でこうか。いやメカゴジラ、メカゴジラで出陣だ。神竜だっけ、なんだっけ。弾もねえのか。ロケットパンチ。まだか。赤くない、赤くないだけ無理。いける。キリュウか。かっこいいな。キリュウちゃん。あーガードできねー。え、これ次は困んのこれ。無理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 。まあ、もう一枠やってもいいけど。マジで右スティック上。あーマジで。いやこれダメだダメだ。撃っちゃった撃っちゃった撃っちゃった。キャンセルで。どうなってるのこれ、どうなってるのこれ。あ撃っちゃった。なんで視点変えたのに撃っちゃったんだよお前。重みあるから勝手に撃ったんだけど。赤くなるまで近寄るしかねえよ。ほら俺はもうジャンプの仕方も知ってんだぞ。ほい空中チャーちょっと待って無理だった。いけるのかい。あやられた。強い。ああ嘘、死んだの。あえちょっと待って、まだやれる。どうしたどうした。勝ちイベか。あーそういうこと。ちょっとわからんわからんわからん。ボルカニックシステム起動。オーバーロードまで180。なんか大丈夫っぽい。うわー俺が乗ってる建物それ危ないじゃない。あーやばい。そっかこれあれか、アンビリカルケーブルが抜けた感じか。どうするこれ。次枠もあるの。下を押してドン。アッパー、はい、上がっちゃった。変なタイミングで勝っちゃったよ。どんどん。じゃあ次枠ちょっとだけやるわ。ウルトラマン的な尺の都合。終わっちゃったんだけど。このタイミングで勝ちたくなかったな。だってこれ止めらんないとこじゃんかこれ。何やってんの。本日正午過ぎ、我が国に正体不明の巨大人型兵器が、はい、その後人型兵器は姿を消し、現在のところその行方は不明です。見逃すかねあのサイズ。今回の騒動で戦場は大きな被害を受け、死者は約終わった。とりあえずロボは逃げたらしい。和骨です、和骨です。はい、エコダさんもいらっしゃい。セーブ。いやでもこれあれだな、前作を途中でやめちゃってるからな。なんかあんま面白くなくなっていくんだよねこれ。こう徐々に。和骨です。おっと、0円所持金0円って。はい、和骨です。オプション和骨です。はい、引き続きよろしく。和骨です。和骨、ね、後半繰り返しになっちゃいますからね。なんかね、だん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 楽しさが減っていくというか、楽しいんだけどそれ以上になんかめんどくさくなってくるっていう。最初は面白い、それが前作だった。今作
イタリアを襲った巨大人型兵器。今回はだって海を渡りイギリスへと向かっています。どうだったっけな。イギリスではこれを迎え撃つためまでやってないから出動しました。オーガンさんいらっしゃい。あ、今臨時ニュースが入りました。はい。4体目の人型兵器が出現したようです。4体目ってことは場所は東京湾です。人型兵器が東京へ向かっています。ですがご安心ください。人型兵器を迎え撃つため自衛隊がすでに出動しているのです。自衛隊は東京を2002年の流行だったの。人型兵器への大規模な攻撃を予定しています。ちょっと重いよ。付近に住む皆様は政府の誘導に従って避難してください。どうする。もう1ミッションできるかな。ヒゲさんいらっしゃい。これ何なんだね。こんばんは。ジュノさんいらっしゃい。こんばんは。今日はこの後探し枠やるんでよろしくお願いします。ゲーム探し枠漢字で書いてある。東京にボルガーラの巨人が現れた。自衛隊は苦戦しているようだ。応援の要請があった。自衛隊だって準備してきたはずなのに。ボルガーラの力はそれほど。分かっていたことだ。3000年委員会だけがボルガーラに敵襲。君の父上が全財産を委員会存続に費やしたのも、そのことが分かっていたからだろう。自衛隊が対処できるのはボルガーラと戦うために基準を改装した。メーサー戦車って自衛隊やろ。自衛隊の本来基準は兵器ではなかったにもかかわらず。ああ、何だったんだ。ボルガーラと戦うにはそれしかない。分かっていたんだよ。我々は君の父上。自衛隊はゴジラを対処できてるのか疑問が残るが。とにかく東京へ行くよ。人の力では対処できないっていうのがゴジラだった気がする。エブアにも対抗できなかったしな。いや、そうね。あれ自衛隊だったっけ。入っちゃったもん。アック速度が速くて怖いよ。車が乗ったら潰れるぞ、アック勢いで。ベゴーって。人が目閉じる。おお。基人輸送用の大型キャリアを用意した。まず君がバベルの肩に乗るんだ。おお。君は小型飛行装置グラビティドライブを装備している。知ってた。丸ボタンを押し続けるとゲージがなくなると一時的に。今更の説明だ。チュートリアルの時分かったの。知ってた。わらわら。あ、はいって言われて、そのまま乗れって言われには結構ギリなの。エネルギー。基人の上でも自由に歩ける。動かしやすい場所へ移っても構わない。巨人ワンダと巨像みたいな。で、あ、丸を、もうやったよ。出撃させるたびに壊滅被害どれくらいかかるんだ、わら。で、ね、確かに上に乗ったまま操縦するんだ。やってるやってる。目的地へ急ぐ場合には、ここから海まで行くの？に乗った方が早く動ける。ちょちょちょ、小嘘じゃん。海近い。やってみる。海地下です。地図せめてカメラをつけていれば。そうだよ。また、あ、ちょ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 、こちら現場です。足元で爆発したけど、なんだろ。兵器を倒した謎のメカが。お前ずっと映してくれ。それ見えるか。見てください、巨大です。全長は40メートル以上あります。黒煙が足元から。秘密兵器ではないかと言われていたこのメカですが、しかし自衛隊はその噂を否定しています。このメカは一体何なのでしょうか。で、あ、飛べるって書いてあるな。違う、それを俺が飛べるやつ。どうする。もっと上に乗れと。やべ、ここコリジョンがない。我々もロボを作るぞ。暴走フラグ。ジェットアローンじゃない。どこへ行けばいいの、これ。この
リジョン設定なし。コリジョンない方が楽だよ。だけど、ちょっと乗って移動して話が進む。で、どうすりゃいいのこれ。話が進まなくなっちゃった。おい、あ、こんなんあったんだ。でもこれ視点戻っちゃうからさ、どうすりゃいいんだ。もしかして動いちゃいけなかったのかな。失敗したか。戻ってみるか。さすがに覚えが早いな。違うよ、皮肉がちょっと若干ずれてるんだけど。東京へ向かう。踏まれて踏まれて言われるセリフじゃないっていう。皮肉にしたってもうちょっともうちょっと言ってほしいわ。死にたいのかとか。さすがに覚えが早いなって笑い。バカかお前って言われる。この場所までハベルを移動させ。あ、今入った連絡によると、逆かな、ボルガーラが東京に上陸したようだ。おいおい、海まで行かなくていい。あれなんだあれ。急ぎ東京に向かうぞ。はい、それじゃあ途中の歩道橋とか全部ぶっ壊していくんだけど大丈夫これ。近くに置けよ。なんであんな絶対僕肩に乗ってることになってるけども。ちょっと待って。あー、ちょ危ない危ない。行くか。もうちょっと簡単に動けるあれをつけてほしかった。足の裏にタイヤをつけるとかさ。どうやら千軒街道を北上して東京に向かうようです。東京は現在巨大人型兵器による襲撃を受けています。再び人型兵器同士の戦いが始まるのでしょうか。人型兵器なんだ。生き物だと。すごいダイナミック感はあるけどさ、やっぱりバカっぽいんだよな。いい意味でバカ系だよ。音でかいよ。ちょっとこれどこ、今どこだ。もうちょいかな。やっぱ乗る場所さえ作れば全て解決だった。あとカメラいっぱいつけてさ、メインカメラやられ映すくって。なんじゃこれ。あれ俺さ、え、続くじゃなくていいじゃん別に、やれよ。セーブさせてくれんのかい。続いたよ、これやめとくか。続くって出たし、今日はじゃあ、あれだな。探し湧く前はここまでだな。ここで終わるって何なんだよ。エヴァンゲリオンだってもうちょっと1話目で いろいろあったよ。1話、1話でやるか、このゲームは。こうして世界は平和になる。何もしてん。それではまた来週。残念。残念ながら、ここまでです。そういやこういうの、じゃあ次枠取るよ。トレーラー乗るだけって元気玉貯めただけみたいだな。ツッコミどころが多すぎる。本当だよ。俺たちの戦いは来週だ。本当だ。さあ、じゃあまた次回ということで、次枠はゲーム探し枠です。お疲れ様でした。そこで鉄が痛くて。オスでした。はい、次枠は5分後ぐらいかな、準備もあるんで。オスでした。お疲れ様でした。お付き合いください。すげえとかで終わったけど。オツです。オツです。はい、お疲れ。